はい、こんにちは。チュンでーす。ピッチでーす。今日はですね、はい、帯広から、まあ、約1時間弱、うんうん、岩内、ま、岩内町にある岩内選挙に先日オープンした、うん、マウンテンバイクのトレイルコースに来ております。はい、初です。お初でございます。で、先日オープンしたばっかりなので、まあ自分たち初めて来たんですけど、ちょっと今山頂金龍山ってところまで登ってきましたけど、どうですかね。登りは安いですね。登りやすいけどね、うんうんうん、どちらかというと、まあまだ下ってませんけど、まあ初心者にいいところなのかな、うん、多分みんな楽しめる、みんな楽しめる感じですかね、うんうん、まあ、とりあえずこれから1回ダウンヒル、はい、下までしていこうかなと思います。はい、ちなみに今ここ山頂なんですが、めっちゃくちゃ十勝の平野が望めて、めちゃめちゃ綺麗です。綺麗ですね。しかも紅葉もね、うんうんうん、結構していていい感じでございます。ではこれからちょっと軽くダウンヒルしていきましょう。はい、では行ってきます。さあ行きますか。はい。いいよ、こだせ。ああお、結構やばいよ。結構やばいよ。え、マジですか。うん、気をつけた方がいい。おお、あれですね。イエびっくりした。もっとめっちゃ舐めてた。びっくりした。お、ここはいい感じ。お、いいじゃない。おお、きれい。お、いい。
綺麗だな。攻撃映像撮るか。そっちから行くんだよ。イエー、なんかある。あれ、これ帯広のマークだっけ。あ、そう、違うのかな。子供を愛する町帯広、子供と一緒。なんか帯広市のマークこんなんじゃなかったかな。あ、これ X みたいな。うん、いや、わかんないけどね。でもなんかあれドラになってない。なんかドラになってるよね。ボーンできるやつですね。あれ、ちょっと待って。ボーン登れんじゃないのこれ。もしかして。ある。あるじゃん。あるじゃん。またこれ。またこれ。確かに。もう下り覚えたでしょ。下り覚えました。よいしょ。あ、結構重いよ。え、もうちょっと違う音を想像してたんですか。なんなーって始まりました。あ、そっちの方が鳴るじゃん。こっちの方が鳴る。本当こうなっちゃうよ。大丈夫。なかなか難しいんだろ。なかなか狭いな。おお、こうなるんだ。なんかあれ飛べそうな気がするんだよね。あ、危ねえ。最初のこれも怖かったし。いや、もうだって怖さすぎて絶対危ないでしたよ。千人峡殺人事件。